ストレートエニアグラム二等辺の友人はです、いい隊長です。隊長でございます、はい、前あのタイプ9の恋愛傾向みたいな話をした時に、うんうん、まあ、タイプ9の AS さんという人からのメッセージをいろいろいただいて、まあ、その中であの体調が楽できる、うん、楽できるって言ってたのに反応して、私がこのメッセージで、うんうん、いや私にとって楽っていうのは、うんうんうん、その人に自分が何かをしたことで人に楽してもらうことが自分にとって楽だみたいな話をしたときに、いやいやまたちょっとなんか受け取り方が違うねみたいな、そのコメントを聞いて、はい、僕と二等兵の楽に対する受け取り方が違うなって思ったんですね。僕が楽したいっていうのはもう何もしてない状態のことを楽したいと思っているんですけども、またそれとはちょっと違うんですよね。なので僕が言ってる楽っていうのは気持ちが楽、一緒に行ってなんか自然体でいれるみたいな、なんか気持ちの部分だったりするんですよね。なんでその、うん、前その動画で挙げられたのは2、7、6っていうのが、まあ気が楽でいたら気が楽でっていう、そのまあ2と7っていうのは楽観タイプ、うん、なので、まあ楽観タイプの特徴として、まあいいじゃんとかなんとかなるよみたいなのが通じる人たち、なるほど、うん、かなって思ってて、で6っていうのは楽観ではなくて反応タイプなので、うん、反応タイプイラっていろんな場面ではしてる人たちだと思うんですけども、だけど空気を壊さないようにするんで、まあ、そこは融和タイプ、うんうん、で、これがですね、エニアグラム入門っていうちょっと古い本、うん、P.H. オリアリーっていう人なのかな、ただ鈴木秀子さんが役に入ってます、うんうん、これを読むと、うん、2、6、7、これ依存的タイプで、うん、2、6、7が入ってる、ちょっと他の本とは違うんですけども、うん、依存的タイプと書かれていて、うんうん、まあ、ある本でいろんな本では融和って書かれている、うんうん、ここではその依存的タイプの267は人々に向かう行動様式を優先させて生きていますよと。なんでその私タイプ6だと思ってるんですけども、自分が価値ある人間であるために外界に適応しなければならないと考えていて、他人に対して依存的な態度を取ってですね、規定の基準や法を守ることを重要視して、まあ、価値とは与えられた責任を果たすことである、うん、まあ、要は役に立つ人間であるタイプ、ね、っていう、そうで役に立つ人間だねって思われるのが楽なんですよ、うん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 、っていうので、あ、なんか全然感覚が違うなと思って、うんうん、で私は体調が楽だ楽だって言ってるのは、なんか何もしたくないっていうふうに受け取ったんですけど、全然またそれも違うっていう話が、うん、なんかタイプ9多分楽観タイプの中でも本能センターの人たち、はいはいはい、自分のルール、自分の生き方みたいなペースがあ、なんか要は本能タイプで言うと、うん、自分の感覚、感覚、はい、自分の居心地のいい感覚があるんで、朝何時に起きて何時にご飯食べてみたいなこうペースがあるんですよね、自分の中で、はい、でそれを乱されるのがこう不快だったりする、なるほど、となんか人にご飯を作ってもらったりすると、人のそのペースに合わせなきゃいけないのが面倒くさかったりするんですよ。おお、だから衝撃ですとやってくれるとかっていうよりは自分のペースの方が重要みたいな。だったらそれはもうだったら自分でやるし、うん、自分でやる、そうそう、だから子供の頃からこうお風呂入りなさいとか言うと、今テレビ見てるしとか、ご飯食べなさいとか言われても今これやってるしみたいな、ご飯を作っ、そんなこと言うんだったらご飯作らないよみたいな、ご飯ぐらい自分で卵ご飯でも大丈夫、卵かけご飯でも大丈夫とか思っちゃうので、なるほど、そうなので、こうそういうのが楽なんですよね。気を使わなくて自分のやりたいことをやりたいようにできるのが楽。ちょっと今アングリしちゃいました。で6とかってこういろいろやってくれるタイプじゃないですか、要は責任を果たす、うん、責任を果たす、はい、で6の人は空気を読んでくれる。そうですね、 2と7とはまたちょっと違うんですけども、うんうん、って思ったとしても、うんうん、空気を読んで、うんうん、言ってはいけない、言ってはいけないっていうのもあるし、はい、この人はここで求めてるんだなぐらいまで空気を読んでくれるじゃないですか。ああ、なるほど、そうですね、そんなに目立たないようにとか、今声かけたら仕事の邪魔になるかなとか、うん、
あ、その辺は分かります。そうですね、っていうのがあるんで、こう楽なんですよね、気が楽。あ、なるほど。そんなに僕がこう気を使わなくても、そこまでこう今仕事してるでしょうとかっていうことを思わなくて済む。なるほど、うん、のでこう267が楽っていう、っていう今この楽っていう一文字、うん、今、うん、6と9で話してますけども、うん、また3とかになるとまた全然違うんでしょうね。多分全然違う。何ですかね、3の楽が何かが分かんないですけど、多分テレビを見てぼーっとするっていうのは多分楽じゃないんでしょう、ね、楽じゃないんですよ。何こんな無駄な時間を過ごしてるんだろう。苦痛なんでしょうね。だから僕のその知り合いのタイプ3の社長とかは、はい、スマホゲームやってるとアホだみたいな、時間をこんなに無駄にしとるみたいな、もう考えられないとか言って言いますからね。ちょっと耳の痛い話ですね。なので全部こう自分のそっちに向かってる、だから自分の目標に向かって、目標に向かってるから、それ以外のことはもう楽じゃないんだと思うんですよね。苦痛、苦痛だから自分の目標に向かうための楽じゃないですか。あ、なるほど。だと体調が前、うん、あの 楽できる相性が、うんうん、楽できる人がいいんですっていうのは、うんうんうん、そうそう、もう一文字楽っていう一文字でも書くタイプで、うん、全然受け取り方が違う。あ、この人楽がいいんだって言ってやってくれると外す可能性があるかなとかっていうことなんですね。そう、多分それは多分各タイプあるのかなって、いろんな求めてるタイプ6の求めてる女性、はい、どういう人がいいかっていうのってあります？僕ですか、はいはい、あ、っていうと私は、うん、多分9をディスるわけじゃないんですけども、うん、同様に自分がないので、うん、求められれば求められるか、まあ僕それでいいです、うんうん、っていうことなんですよね、多分、うんうんうん、それが楽なんです。それが楽、はい、あ、そう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 、っていうこの受け取り方で言うと、うん、あのちょっとまた違うメッセージで、うん、タイプ4の方から欠点について、うんうんうん、あ、欠点について、欠点っていう受け取り方もですね、うん、あ、違います、ね、また全然違っていて、うん、タイプ4の方からもら、よっこさんという方からもらったんですけども、うんうんうん、まあタイプ4は自分自身に欠陥があると感じていると、うん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 、タイプ他の人が安定しているように見える、うんうん、もしそうでなかったとしても、うん、まあ、気にしすぎてなかったり、うん、うまく周囲に合わせてるなって思うと書いてあるんですね、うんうん、でタイプ4にはそれが上手にできないって思っているっていうのを見てですね、うんうん、いやいや僕だって欠陥ありますよ、うんうん、僕も欠陥あるから何なの、僕もあるし、みんなあるよってっていうこの欠陥で、このよっこさんは、うん、そのみんなができていることができない、うん、社会に適応できない欠陥品、うん、たった一つのパーツが欠けていることによって、うん、動作できない置き時計のようなイメージですっていう、うんうんうん、これ文学的な文学もタイプ読んだなとか思いながら、うんうんうん、あ、こういうのが読んだんだって思いながら、うんうんうん、すみません今茶化したように見えましたかね。いや大丈夫ですか、大丈夫ですかね、うん、あのパーツが足りないので機能できないって、うんうん、4の人は感じているんですね、うんうん、でそれを見た時に、うん、タイプ6、うんうん、あ、僕は何かができないと思っているが、うんうん、誰かの傘に入ることで、うん、あ、回ってくる。そうで、誰ある場所で責任を果たすことでやってる、うん、なんとかうまくやってるんだなっていうのを感じたんですね、融和タイプですと、うん、ここでは依存的と書かれてますけども、うんうん、で、あ、全然この欠陥タイプ4の人からは6、うん、そういうふうに見えてるのかな、まあ、多分そういうふうに見えてるんじゃないですか。あ、うまいことやってる、うまくやってんな、うん、あいつって、まあ、あいつまでは思ってるかどうかごめんなさい、こういうタイプなんですよ。そう、多分あいつっていうのはタイプ6のタイプ。そう、そうですね、すいませんすいませんすいません。まあでもそう、うまくやってんな、羨ましいなみたいなのはあるんじゃないですかね。でも欠陥なんて誰もありますよね。まあ、タイプ2の僕からすればみんな欠陥だらけですよ、人間。あ、急に上の方から人間人間になるんですよ。人間みんな欠陥だらけですよになるんですね。そうそう、もうなんか俯瞰してる偉そうに畜生なるほどっていう感じ、そう感じる、はい、から
そんなこと気にしなくていいじゃんみたいな出た、これですよ、これなんですよね、これですっていう感覚、タイプ級的にはそういう感覚、みんな血管持ってんだからそんなに血管血管って気にしなくていいんじゃないのっていうこの、うん、まあ楽もそうですけども、うん、血管一つに対しても、うん、このよっこさんは、うん、パーツが欠けてて動けないって思ってる人に対してあみんなみんな血管だらけですよってそう、まあ、大丈夫ですよって動けますよっていう、うん、で僕はね体調そうですよねって急にこうなるっていう、うん、だからまあそれぞれのなんか防衛本能じゃないけどそういうところですよねきっと、うんうん、あでも別にタイプ、うん、あこれ間違ってたらごめんなさいね、うん、タイプ4の方は、うん、この動けないっていう思いは、うん、もしかしたら、うん、それはまたそれでポジションじゃないですか、うんうん、動けない私これ別に変な意味じゃ変な意味じゃなくて要はあのなんて言うんだろう一人だけ違う場所にあるわけですもん、うん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 、体調ここですけど、ま、そうチームは違う場所にいるかもしれない、はい、っていうことなんで、うん、多分、うんで僕はこっちに行ったりこっちに行ったりするんですけど、うんうん、大変ですよねタイプ4は大変ですよねって、うん、ね隊長ってこっちに急に行って、うん、っていう、うん、この、うん、みんながみんな、うんうん、いろんなところから、うん、まあなんかその感覚って捉え方の問題かなって、はい、またなんか別の動画のコメント見てて思ったんですけど、はい、って思うんですよねその幸せって幸せって感じるかどうかじゃないっていう。ほう、急になんか幸せの話。あ、なんか引き寄せの法則の動画撮ったじゃないですか。はい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 。あれの中でこう結局幸せっていうのは、はい、あなんかついてるついてるって言えば幸せになるみたいなことは言いましたね。あ、ありましたよね。っていう動画はありますねっていう話をしましたね。うん、はい。でそれが本当かどうかっていうと分かんないけど、ついてるついてると思って実際についてるって思えるようになれば。なんか幸せじゃないですか。ついてる人生じゃないですか。まあ実際にそうやって思えるならそうですよね。思えるなら、はい、でそう思えないければついてない人生ですよね。はい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 。っていう結局自分の受け取り方でそのついてるついてるが年収100億円みたいなことを言うと、はい、現実しないじゃないですか。うん、もうリアルなことなんで全然気持ちの問題じゃなくてリアルになっていくので、はいはい、なかなか達成しにくいみたいなところがあるので。こう引き寄せの法則ってなんかそういう気持ちの問題なのかなっていうはいはい、はい、あの感じだっていう、うん、なんかこういう欠陥があるみたいなのも、まあ、結局気持ちの問題なのかなとごめんなさい今笑ったのは、うん、もう急っぽい上の方から声が聞こえたなと思って、うん、まあ気持ちの問題、まあ、要は読んでいくと多分そこがとらわれみたいなところですよね、まあ、そうなんでしょうね、うんうん、なのでそれを手放していくできない動けないって思ってるけど多分動けるんですよ多分まあ実際動いてらっしゃるんでしょうし、うん、動いてらっしゃると思うし、はい、動けると思うの で逆に思うのは、うん、かけながらも一、うん、人で動けているあなたはすごいですねっていう話ですよねかけてるのに動いてるじゃんっていう、うんうん、だからまあそう悲観的にならずともいいのかな今急に僕タイプ4にべったりになりましたけどまあそういうタイプ6ですタイプ6です、はい、人に向かうタイプ6です、うん、なのでまあそういいんじゃないですかいいんじゃないですかねいいんじゃないですかねそうですねなんでこのタイプ4、うんうん、よっこさん、うん、は私の中ではあタイプ4ってこういう風なんだ、うんうん、っていう感じなんですけども、うん、まあ受け取り方によって、うんうん、あの4から6を見ると、うんうん、うまくいきやがってみたいなことは思ってるかもしれませんけども、うん、6は 6なりに、うん、多分4はみんな他のタイプみんなに思ってる気がしますけど、ね、あ9に対しても、うん、あそう今言った僕みたいな発言もみたいなそうかもしれないですね、うん、そんな結果あるかもしれないけどみたいな私は辛いんだよとか思ってるかもしれない、はいまあ、分かんないですけど、はい、でまあ、人によって、うんあの私も欠陥ある、うん、と思ってるけども、うん、全く全然、うんうん、違う反応の仕方をするっていうお話でした、うんうんだからね、そういうなタイプによって多分捉え方欠陥一つに対しても
こんなに捉え方が違うよっていう、楽に対してもこんなに捉え方が違う違うっていうお話でした。はい、ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。